皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日は渡辺義和元陸将にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。いやー、マクマスターさんが辞任という大きなニュースが入ってまいりましたね。まあちょっと前からずっと言われてたんですけれども、とうとうということですね。本当ですね。マクマスターが辞めてしまうというのはものすごく大きな影響を、これからアメリカだけじゃなくて全世界に及ぼすというふうに私は思ってます。今までマクマスターがいるためにアメリカの安全保障の政策というのが極めてリーズナブルな合理的なものになってたんですけれども、マクマスターがいなくなって、それも後任でボルトンさんが来ると、これは大変なことになるということを私は思います。まず何点か指摘したいんですけれども、まず今までトランプ政権の三本柱がいました。軍人のマクマスター補佐官、そしてケリー首席補佐官、それマティス国防とか、この3人がいたんですけども、この元軍人、そして現役の軍人であったマクマスター陸軍中将がいたために、ものすごく合理的に安全保障あるいは防衛政策というのが展開していったんですね。朝鮮半島の問題でも私極めて合理的に、私から見て非常に読める政策を打ってきたというふうに思うんですけれども、その一人、三本柱の一人がいなくなる、そしてそこに新たなボルトンという強硬派が入ってくる、これは非常に大きな変化要因になると私は思います。ボルトンさんはですね、例えば2003年にイラク戦争がありましたけれども、ネオコンと言われています。そして彼がこのイラク戦争に積極的に賛成をした、それはもう当然であるし、そして北朝鮮に対しても強硬、イランに対しても強硬、そして新イスラエル、まあこういう状況ですが、台湾に関してはいいんですよ。中国に対しては徹底的に強硬、だからトータルからすれば、ボルトンさんのいいところとちょっと心配だなと思うところ、要素があるんですけれども、しかし北朝鮮情勢一つとってみても、これからボルトンさんとマティス国防長官、あるいはケリー首席補佐官と私は対立するというふうに、見てます。私が感じたのは、この米朝会談をやるということになりそうなので、そこはこういう強硬派を、スタッフに入れたぞみたいなところで、相手にはこういつでもやれるんだぞと見せておいて、そして中ではマティスさんとバランスを取ってくれればっていうのは、これ非常に希望的観測で思ったんですが一番心配なのは本当にマティスさんと会わなくて、マティスさんが辞めちゃうみたいなことを一番避けたい。いや本当そうですね。北朝鮮に関してはいくつかのシナリオがあると思うんですね。だから桜林さんが言われたように、うまくいく、もう一番理想的な格好で、結局実際に実戦戦争が起こらない状況で、この北朝鮮に対して強硬なスタッフを設定することによって、もう戦争させないで、もう非核化、これを実現してしまう、これが一番理想的なんですけれども、もう私いつも3つのシナリオを挙げるんですけど、一番望ましいシナリオ、一番最悪のシナリオ、中間のシナリオ、もう桜林さんが言われたのはもう最良のシナリオですね。最悪のシナリオがあって、もう強硬派がトランプ政権内中において採用されて、その意見が採用されて、北朝鮮と大規模な戦争になる、その危険性、これはあります。そのシナリオがあります。そのシナリオも含めて我々はさまざまな準備をしなきゃいけない、日本としても準備しなきゃいけない、ということなんですね。今までのように本当に私がすれば北朝鮮の情勢というのは読めたんですよ。ずっとこの国防ニュース最前線で主張しましたけれども、マティス国防長官の考え方発言をずっとフォローしていけば見える、それは何を言わんとしているかというと、アメリカが本当に北朝鮮を攻撃する条件というのは、北朝鮮の核ミサイルがアメリカにとって地下的に重要な国益を害する脅威となるかどうかなんですよ。脅威とならなかったら、アメリカの本格的な北朝鮮に対する攻撃はないというのが私が守備一貫して主張してきたところ、これは
なのマティス国防長官だったらそういう考え方をする、はい、マクマスター補佐官だったらそういう考え方をする、という前提に立って、そしてそのマクマスター補佐官とマティス国防長官の意見をトランプ大統領が受け入れる、それを前提として話してたんですけども、しかしあのマクマスター国あの補佐官がいなくなる、ボルトンさんが入ってくる、そうしたならばトランプさんがボルトンさんの意見を採用する可能性が出てきたんですよ、そうしたならばあの朝鮮半島で戦いが起こる可能性、シナリオというのを我々は十分考えて備えなきゃいけない、ということなんですね、むしろそういう危機感を持って準備体制というのはさらにやらなければいけないのに、日本の国内はちょっとそれどころではないような今情勢になっちゃってますからね。そうですよね、本当にあの森友学園、あの騒動をこう見てて、私は本当に嘆かわしいということをつくづく思うんですね、あの今世界でどういうことが言われているかというと、世界の本当に有識者たちは本当にあの嘆いてるんですよ、それは全世界で民主主義の危機であるという認識なんですよね、あの例えば中国の習近平国家主席はもう2期10年という国家主席の制約を外しました、終身国家主席になりうる、習近平独裁体制を確固たるものをする、そして習近平自身が民主主義を完全に否定して軽蔑をして、中国モデルというものを全世界に広めようとしている、こういうあの習近平の存在がいる、そしてもう一人はプーチンですよ、プーチン大統領は今回4期目になりました、それ6年間さらに彼の大統領続きます、さらにその後も大統領のままなる可能性もあるとも言われてます、そういうあのプーチン大統領が2016年のアメリカ大統領選挙にやったこと、インフルエンスオペレーションで1ヶ月前に私説明しました、それだけじゃなくて、例えばあのイギリスに、あの生活してた元ロシアのスパイ、父親と娘さんに対して神経剤で攻撃を加えて重体になってますけれども、それを平気でやる、結局あのプーチン大統領にとっては欧米諸国の民主主義というのを徹底的に絶対にするというのが一つの大きな目的ですから、あのフィリピン見たらドゥテルテ大統領がいますし、トルコエルドアン大統領がいますし、もう全世界にあの独裁者が増えてきている、そしてあのそれに対してあのヨーロッパの諸国は民主主義の危機と言いますし、日本もあの安倍首相をはじめとして民主主義の危機というのをものすごくよく認識されているんですけれども、かたやもう盟主アメリカのトランプ大統領が今回プーチン大統領が当選した時におめでとうと言ってしまったんですよ、これがマクマスターあの辞任の直接のトリガーになっているというふうに、言ってはいけないって言われてたんですね、そうなんです、だからマックマスターをはじめとして、あのスタッフたちは、プーチン大統領が当選したとしても絶対これに対してトランプ大統領アメリカ大統領からおめでとうと言ったら絶対ダメです、なぜならば今まであの国家安全保障戦略も国家軍事戦略によっても、敵は中国とロシアだと言ってきた、しかしそれに対してプーチンに対して、あの独裁者プーチンに対して民主主義を否定して、民主主義に対して撤回心を持って、あのプーチンに対してさらに6年間あるプーチンに対しておめでとう、これはダメですよと、しかし言ってしまった、なぜトランプ大統領があれほどプーチン大統領が好きなのか、みんなそこに疑問を持ってるんですよ、そこに裏にロシアゲートの問題ってというのを今あのガンガンされてるんですけども、そこは本当に重要なポイントだと私は思うんですね、そして、あの結局あのマクマスターが辞めていった直接の原因が、プーチン大統領おめでとうと言いましたけども、これはトランプ政権内でこの情報が漏れたんですね、マクマスターが絶対言ってはダメですよと、大統領言ったにもかかわらず、トランプ大統領がおめでとうと言ってしまったというのがニュースで流れてしまった、情報が流れてしまった、それにトランプさんは激怒したんです、そして10日前にテラーソン国務長官を電撃的にツイッターで辞任
させましたけど、今回もツイッターでの人事発令なんですよ。考えられないんでツイッターで人事発令するんですよ。もういやいや、まあ、発言も軽率ですけどね、その行動も軽率だと言わざるを得ないんですけど、今ね、今日の大テーマでありますその民主主義の危機にいかに対処するかっていうねことで、実際にはその民主主義を ね一番王道言ってたのはアメリカのはずだったのに、 そのアメリカがですねこういう状態、こういうことしてるこういう状態になってるということで、はい、これはですね、ティラソンさんとマクマスター補佐官言えてませんけれども、はい、ちょっと若干あの古いあの資料ですけれども、はい、結局ホワイトハウスであのトランプ政権から離れていった人たちなんですね、うん、はい、ここあのマイケル・フリーン、うん、NSC の補佐官はじめとして、うん、もうシーン・スパイサー、あのプリーバスとかですね、うん、スカラムッチとかでスティーブン・バノン、はい、もうそしてゴルカとかですね、うん、もう多くの人たち、そしてここ見てください、アンドリュー・マケーブというのがいるんですけど、これは FBI の副長官やってたんですけれども、これはジェームス・コーミーの部下だったんですね。ところが今回このアンドリュー・マケーブを正式な退職日の2日前に辞めさせたんですよ。これはトランプ大統領が辞めさせたんですよ。あのセッションズ、あの司法長官を命じて辞めさせたんです。これ公務員にとってはですね、その退職日前に辞めると年金なんですよ、年金なくなるんですよ、年金なくなる、これを狙って2日前に辞めさせたんです。これに関してはですね、もうみんな唖然としましたけれども、このまあ警部がですね、ヒラリー・クリントンに有利な動きを2016年の段階でやったという名目なんだけど、それはそのトガで、マケーブにとっては反論を徹底的にやってます。そしてマケーブがそのメモを、あの 特別検察官のモラー特別検察官が渡してますが、これはあの公になったらいろんなことを知ることができるというふうにまあ思ってます。いずれにしろあのトランプ政権1年強ですけれども、そのスタッフの3分の1以上がこのように辞めていった、はい、これは明らかに異常だと私は思います。いやー、まあ、今日は、まあ、それ以外にもロシアやあの中国、はい、それからあのまず最初にですね、台湾に行かれていたということで、そのあたりの、ね、お話からもしていただこうと思うんですが、はいはい、今回あの3月7日から3月12日までの間、はい、台湾のシンクタンクの招待によって、うん、日本とアメリカと台湾の3カ国の安全保障対話行ってきました、はい、テーマはですね、一つが台湾の防衛、はい、そしてもう一つがあの自由で開かれたインド太平洋戦略、うん、これについて話すということでこう言ってきました、はい、うん、ここで私は最初に今日のメインテーマは民主主義の危機だと言いました、はい、そしてその民主主義の危機に対していかに我々はしなければ対処しなきゃいけないか、うん、日本がアメリカが民主主義国である台湾が、はい、という観点で、今日は若干お話をしたい、うん、見たいと思うんですよね、はいはいはい、まあ、この台湾と、ね、対話をしていく、まあ、他にもこの、まあ、インドとかいろいろ大事な国があるんですけども、はいはいはい、大変重要で、はい、あのまあ、そうすると中国は機嫌が悪くなるわけですけれどもそれはあの中国に別にこう喧嘩を売るっていうよりも、むしろもうそこで中国がこの覇権でどんどん強くなるのをなんとか心を抑えるっていう、まあ、そういう意味合いがあるっていう、ね、そうですね。ちょっとこれ見ていただきたいと思います、はい、私がよく、まあ、の講演等で使う、はい、これは中国の3段階発展戦略というんですね、はい、この一番下が2010年です、はい、そして2020年2035年2050年、はい、この第一段階目が2020年、はい、まで、これは第一段階であります、はい、そして第二段階が2020年から2035年まで、うん、それ第三段階が2035年から2050年、うん、これが3段階なんですけれども、はい、例えば2010年に第一列島線よりも西側を中国が完全に掌握するという目標を立てました、はい、その目標というのはもうかなり達成されていると思います、はい、そして2013年には海洋強国か元年ということを主張しました、はい、そこから10年経った2020年、結局2020年というのは2021年が中国共産党の建党100周年ですから、これは、うん、あの節目になる年なんですね、この2020年までに軍事的には機械化と情報化を実現した、
軍隊にするんだ、人民解放にするんだ、はい、そしてそれを第二列島線よりも西、これを掌握するんだというのは2020年までの目的、目標なんですね、はい、その次新たに設定された2035年というのは国防と人民解放軍の現代化を実現するということを、はい、あの習近平主席は挙げてきてました、はい、そしてこの2035年に大体アメリカと数の上でも若干上、そして質の面でも米軍と極めて近いような接近するという目標なんですね、はい、そして2050年にはいよいよ世界一流の軍隊人民解放軍にするということと、社会主義現代化強国で中華人民共和国を世界一の強国にする世界一宣言をこう、はい、やったんですね、この2049年に中華人民共和国建国100周年がありますから、その節目の年に向かったこの3段階の発展戦略、これでもって習近平主席が言うところの中華民族の偉大なる復興を遂げようということなんですね、その際に、はい、2050年まで世界一になる過程の中において台湾統一というのは習近平にとっては非常に、プライオリティの高い案件なんですね、それまでに例えばですね、よく言われるのが2021年中国共産党建党100周年、2021年にこの共産党建党100周年を台湾の台北で祝うというのが彼の理想だというふうに今言われているぐらいなんですね、もう本当にそういう意味において台湾の人たち、シンクタンクの人たち、危機感はものすごく強いんですよ、だから彼らがなぜ日本の元将官とか、アメリカの元将官を呼んで台湾防衛について議論をしたいということかというと、それほど台湾が占領される、台湾が軍事侵攻される危険性というのをものすごく高く見積もっているからなんですね、そういう面においては非常に私自身も勉強になりました。そして今回現役の将官も来てくれてですね、彼らにいい機会ですから、中国人民解放軍研究者の私としては徹底的に質問しました、はい、ものすごく面白かったですよ、はい、特に空軍関係で言えば人民解放軍の空軍というのがどん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 やはり進化をやってきている、ジェット戦闘機の数、はい、質も上がってきているということを明確にこう言ってるんですね、今までだったら音声情報を取ってパイロットが、話している内容というのは音声を取ることができたんですけれども、最近はその音声を取ることができないというんですね、結局データリンクを使って指揮統制をやっている可能性が極めて高い、だから今まで本当に人民解放軍の例えば空軍なんてバカにしてたんですけど、それはどん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 本当に進歩やってる、上達してる、正教化になってきてる、それに対する危機感というのを彼ら持ってましたね、そして彼らブリーフもやってくれたんですけれども、本当に面白かったのが、例えば日本の防衛省の出してる資料で説明するわけですよ、はい、日本語は日本語で、例えば、宮古海峡に潜水艦が通って、はい、そして潜水やってたのを復興させたですね、あの事案でも、はい、あの事案について知りたいと、はい、これがランド研究所が出した図なんですけれども、これそれぞれ第一列島線がありますよね、はい、日本、台湾、そしてフィリピン、インドネシア、シンガポール、マレーシア、この第一列島線の中でそれぞれの海上交通の要所、それ赤で示した、これがチョークポイントになってるんですけれども、そのチョークポイントを抑えることによって中国をこの東シナ海とか、はい、東シナ海とか南シナ海、はい、ここに封じ込めるという案なんですけれども、結局私は、ね、今日メインテーマとした、はい、民主主義諸国というのが、民主主義というのが危機になっている、台頭する中国にいかに対処するか、その一つの答えというのは、実はこの
第一列島線を活用した封じ込めなんですね。そしてここをちょっと見てもらいたいんですけど、はい、これ台湾ですけれどもね、はい、台湾とそして日本の南西諸島がこうあって、はい、そしてこの南西諸島の防衛というのは今自衛隊が一生懸命やってますけど、はい、この南西諸島の防衛と台湾の防衛というのはもう密接不可分な関係になるんですね、はいはい、今回も台湾はですね、台湾の人たちはこの人民解放軍が日本の南西諸島の海峡を抜けてこの台湾の東海岸に出てくる、これをものすごく嫌ってるんですね。防衛がこの西海岸を中心とした中国本土に向かった方向での防衛体制とできてるんですよ。これをこう裏に回られて東側に回られる、はい、包囲されてしまうの、はいはい、だから台湾にとってはこの日本がこの南西諸島でもってしっかり守ってくれてて、はい、ここで例えば人民解放軍の海軍の艦艇をブロックしてくる、はい、潜水艦をブロックしてくれると、はい、東側に来る確率が少なくなる、はい、これを彼らは期待してるんですね、はいはい、我々も例えば南西諸島防衛一生懸命やったとしても、この台湾を一回取られてしまったならば、この馬詩海峡を簡単に抜けられて、日本の太平洋側に人民解放軍の艦船とか、あるいは戦闘機爆撃機が入ってくる、この状況というのはもう避けたい、その意味では日本の南西諸島の防衛と台湾の防衛という密接不可分な関係があるんですね、はい、そして彼らが言ってたのはこの馬詩海峡で、フィリピンと、はい、台湾の間にものすごい広いんですけれども、台湾はもう自分の責任として馬詩海峡の台湾のもうコントロールする部分というのは ISR 情報収集等も、はい、監視もやりますし、しっかりやりますけれども、はい、フィリピンがやってくれないと、だからここに悩みがあるんだと。しかし日本側はしっかりとこの南西諸島を防衛やってくれてるから、本当に日本が本当頼みの綱なんだということをこう言うわけ、本来であれば第一列島線もっとこっちのフィリピンとか、そうです、こういうそうですマレーシアとかいろんなところに伸ばしたいんだけれども、ここの辺はちょっとまだだけどっていうところですね、はい、それでこの赤いところを、はい、実は US アーミー、US マリンコアが配置をして、はい、その米軍が、米軍の地上戦力ですね、地上戦力がこのチョークポイントを抑えるように部隊を配置すればいいというのはランドの提案なんですよ。はい、結局地上戦力が陸上自衛隊のこの南西諸島の防衛のように、陸上自衛隊が各島で地位対艦ミサイルを持っている、地位対空ミサイルを持っている、そのミサイルの持ってて、それでクロスドメインのオペレーションをする、はい、この重要性というものを米軍にやらせるという発想なんですよ、はい、ランドの提案は、はいはい、この発想というのはものすごく面白い発想なんですね、はい、結局米軍が、地上軍がこの関与することによって、この例えばフィリピンと協力して、あるいはインドネシアと協力して、はい、あるいはマレーシアと協力して、このチョークポイントを抑える体制を作ることができたならば、はい、中国人民解放軍の覇権的な行動、アグレッシブな行動を抑止することができる、はい、ということなんです、はい、ここを目指したいと私は思うんですけれども、ね、この主張を私はずっと貫きたいというふうに、まあ思ってるんです、実はこれが安倍首相がイニシアチブを取って言われている自由で開かれたインド太平洋戦略に結びつくわけですね、はいはい、まあ陸上自衛隊もですね、はい、この奄美から宮古、はいはい、そして、はい、まあ、今回ね石垣島も市長選終わりましたけれども、まあ、ここに部隊配備して、はいはい、まあ、もちろん与那国にもね、すでにできてますけれども、はい、それで宮古島にも入ってます、そうですね、はいはいはい、ですんで、まあ、本当はもっとそれを強固なものにするっていうことが、ね、まあ、理想ですね。当然中国だってそれを嫌がりますから、必死の抵抗を増しているっていう状況ですからね、はあ、極めてその、まあ、米軍が言ってくれるのが一番理想なので、うん、そこを支援するためのその対艦対空ミサイル部隊が、まあ、ね、陸上自衛隊の武器となるということですね。そうですね、
自衛官あるいは自衛官の OB の中では、はい、この南西諸島で海上自衛隊だけが仕事やっているようなことを言う人いますそれは明らかに、はい、まあ、言い過ぎです、陸上自衛隊も各島を守るために、一生懸命やってるし航空自衛隊も戦力増強を南西方面でやってますし、私強調したいやはり陸海空の自衛隊がこの南西諸島の防衛のために一致団結してやってるんだということを私は強調したいと思うんですね。そのジョイントオペレーションをやらない限りこれは無理ですよ、そしてまた統合ですよね。そうそう、はい、統合と、そしてあとは米軍を含めた共同ですね、はい、統合共同というのが、こういう第一列島線を封鎖するときに極めて重要なことだというふうに思いますね、そしてさらに言えばですね、安倍首相のイニシアチブの、例えばベトナムに日本の海上保安庁の古い船を提供する、あるいはフィリピンにも同じ古い船、あるいは練習機を提供する、これら一つ一つというのは、実はこの第一列島線による封鎖、というのが私は背後にある論理だという戦略だと私は思ってます。だからこういうことを一つ一つ考えてるから、インド太平洋の戦略というのは逐次具体化をしていく、そこに防衛省自衛隊も関わって いるということを強調したいと思いますね。これは装備に関しては本当はね、台湾もできればっていう思いはあるんでしょうけれども、そこまでなかなか日本政府も、もうものすごくいい、ね、いいと思う、実はですね、桜林さんが指摘されたそのことというのは今回の台湾に行っても私も主張したんですけど、例えば、陸上自衛隊イージス・アシアを装備しますけれども、その台湾はですね、実は弾道ミサイル防衛がなってない、この台湾にはですね、この中国本土から1200発以上の短距離弾道ミサイルが向いてるんですよ、日本にも、ね、向いてますけどね。だからはい、その図を出したいんですよ、あと出してもらいましょう、画面でですね、日本にも向いてます、そして台湾にも向いてます、結局弾道ミサイル防衛のことに関して台湾はもっとやれよと私は主張したんですけれども、例えばですね、パトリオットミサイル持ってるんですよ、パトリオットミサイルを台湾持ってます、そしたら私が提案したのは、イージス・アシュア持ったら、イージス・アシュア持ったらどうですかと、そしたら自衛隊と米軍とそして台湾軍が同じ装備品を持ったならば、インターオペラビリティもできていいんじゃないですか、そして今回台湾に行って台湾のですね、国家科学技術研究センターを訪問できたんですよ、そこにおいて台湾も一生懸命、例えば弾道ミサイル防衛のためのミサイルの開発とかですね、あるいは UAV の開発とか C4ISR の開発とか一生懸命やってますよ、その努力というのはものすごく評価できますし、そういう技術的な交流というのも、やはり日米台で進めたらいかがですか、みたいな議論というのはやりなされてましたね、くしくもというか、トランプ政権になってからはかなりそこのところ、積極的ですよね。その通りなんですよ、トランプさんのいいところはですね、そうなんですよね、トランプさんのいいところはそこなんですよ、結局トランプさんは台湾を重視します、今回補佐官になるボルトンさんも台湾を新台湾です、そして反中国です、だからそういう面では非常にいい側面がこうあるんですね、だから第一列島線のこれ防衛考えたならば、装備を似たような装備を持つ、そして私が主張したのは例えば C シチュエーションアウェアネス、あるいは C ドメインシチュエーションアウェアネス、結局海 の状況の認識、これを情報公開しませんか、そしてスペースシチュエーションアウェアネス、というのは宇宙の情報とありますよね、そしてサイバースペースがありますね、そういう今の現代戦の重要な作戦に関する情報交換というのはやはりやるべきじゃないですか、ということを主張したんですけどね、お互いに私が最初に言った通り日本の南西諸島の防衛というのは台湾の防衛と直結しているし、そういう面においてはさまざまなアンダーテーブルの交渉というのは必要でしょうと思いますね。渡辺さんなり、その退官された OB の
あの召喚の皆さんがこういう交流をしているので、まあいろんな情報交換、まあ間接的にはできるんですけども、直接その現役の方がまだそういう交流をするって段には至ってないですからね。難しいですね。そこはまた次のステップになろうかと思いますけどね。だから OB になったおじいちゃん連中が頑張るチャンスなんですよ。これ大変重要なあのポジションだと思いますし、いやまさにそういう人たちがトランプ政権の今ね軍事を担ってるわけですけど、最近アメリカでは台湾旅行法でしたか、はい、ね、もう通っちゃったりとかも。これまたいいことに質問していただきました、台湾旅行法を、トランプ大統領が署名しました。これは実は画期的なあの法律で、はい、誰でも台湾に公務員行きなさい、はい、もう理論的にはトランプ大統領も台湾訪問し、うん、蔡総統がアメリカ訪問する、これ全部やりなさいという、これ画期的なことなんですよ、はいはい、もう当然ながら、一つの中国政策という中華人民共和国は大反対しますけれども、これは凄まじく画期的なことなんですよ、うん、そして最近問題になってますけれども、関税を鉄鋼にかける、あるいはアルミニウムにかける、あるいは知的財産の保護のために課徴金を課す等々の動きというのは、非常に米中の対立が激化する可能性はありますけれども、プラスの側面もあるということをやはり評価すべきだというふうに私は思いますね、はいはい。まあ、だけど大変ですよ、今日も株価日経平均700円ぐらい下がってるでしょう、大変な状況なんですよね。まあ、しかしいろんな側面がある。トランプ政権というのはそこに存在する、これといかに付き合うか、はい、よりよく付き合って、ね、日本の国益のためにトランプ政権と いかに交渉していくか、調整していくか、このことは非常に大切です。そして最後にやはり私言いたいのは、今日のテーマは民主主義の危機ということを言いました。そして民主主義の危機を打開するために安倍首相は自由で開かれたインド太平洋戦略と言われました、はい。民主主義国家であるアメリカ、日本、そしてオーストラリア、インド、そしてこれだけじゃなくて4カ国だけじゃなくて、先ほど言ったのは台湾とかですね、はい、フィリピンとかインドネシアとか、民主主義諸国、これらの力というのをやはり結集して、民主主義に対するいろんな妨害をしてくる、やはり独裁国家である中国とかロシアに、やはり対抗しなければ非常に厳しいですよ、はい。特に小国であればあるほど強大化する中国に対抗できません。そのためにはこういう大きな戦略というのは極めて大切だということなんです ね、うん、そうですね。私の言葉で中国、強大化する中国を取り囲む、包囲する、うん、この体制というのは絶対作らなきゃいけないというふうに私は思いますね、うんうん。そこでいくと本当に台湾ということを日本も意識していくことって大事。私ある大きなテレビ局で面白いなとびっくりしたことが、もうずいぶん前ですけどね、芸能人の人にどこの国に行ってみたいですかって聞いたら台湾って言ったんですって。もう大問題なんですよそれって。まずどこの国に行きたいですかってことに対しての答えだったからってね。でやっぱ局を挙げてこれは絶対 NG ですと、ああいう通達があったことをねすごく思い出すと、本当に腫れ物に触るように日本のこのメディアとかもねやってる。台湾の こういう話自体をなんかすることもできないって、実はそういう言論環境もあるんですよね。はい、そういうことも見直して、本当に正面から考えていっていい時代ですよね。だから本当に日本が富士友問題ばっかり国会でやると私はもう耐えられないんですよ。そうですね、本当にこれだけのやはり世界的な視野でもって、はい、地球を支配する外交、はい、ある戦略というのをやはり考えないと、強大化する中国、うん、あるいは覇権的な行動を起こすロシアに対抗できないんですよ、うん、と思いますね。本当そうですね、はい。はい、ぜひこの番組を皆さん国会のざこざじゃなくて見てください。今日もありがとうございました。いや、どうもありがとうございました。はい。